バレーボールブラジル男子代表はバレーボールの国際大会で編成されるブラジルの男子バレーボールナショナルチームである。国旗にも用いられている黄色を基調としたユニフォームの配色から同国サッカー代表と同様にカナリア軍団と呼ばれることもある。1947年に国際バレーボール連盟へ加盟し、1954年にブラジルバレーボール連盟が設立された。 第3回大会の1956年世界選手権に初出場、初の南米開催となった1960年世界選手権では開催国を務めた。またバレーボールがオリンピックの正式種目となった1964年、東京オリンピックにも南米のナショナルチームとして初めて出場を果たした。大陸選手権は不参加であった1964年、 南米選手権を除いてすべてブラジルが優勝しており、驚異の26連覇中である。1980年代に強豪国の仲間入りを果たし、1981年ワールドカップで銅メダルを獲得、1982年世界選手権、1984年ロサンゼルスオリンピックで銀メダルを獲得し、1992年バルセロナオリンピックで 初の金メダルを獲得した。2000年代に黄金期に入り、2004年、アテネオリンピック、2006年世界選手権で金メダルを獲得し、ワールドカップで2003、2007年で2連覇、ワールドリーグでは5連覇を達成している。2002年以降、バレーボールの国際大会で他を全く寄せ付けず、圧倒していたが、2008年北京オリンピックでは、決勝でアメリカと対戦し、 敗れて銀メダルに終わった。しかし2009年ワールドリーグの決勝ではセルビアを破り2年ぶりに優勝を飾った。翌年の2010年バレーボール男子世界選手権でも優勝して1990年、1994年、1998年のイタリア代表以来の大会3連覇を成し遂げた。2011年ワールドカップバレーボールは 調子が上がらず苦戦したものの銅メダルを獲得した。大会3連覇はならなかったがこれで3大大会で8連続で表彰台に立ったことになった。2012年8月のロンドンオリンピックでは決勝でロシアの前にセットアップから大逆転負けを喫し2大会連続の銀メダルに終わり金メダル奪還はならなかった。2013年以降は3度のワールドリーグ。 準優勝を経験し、リオデジャネイロオリンピックにおいてイタリアに勝利し、2004年アテネオリンピック以来3大会ぶりに悲願の金メダルを獲得した。ありがとうございます。